エドワード・エイドリアン・グアダードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州産ホワキングン、ストックトン出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ右打ち。一度目の在籍となった、ミネソタツインズでの中継ぎ時代に登板数が多かった、ことから、エブリディエディの愛称を持つ。1990年の MLB ドラフト21巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。 1993年には16試合先発、翌1994年にも4試合に先発するが、良い結果は残せなかった。1995年からは、リリーフ投手としてメジャーに定着した。2001年にはクローザーを務めていた、ラトロイ・ホーキンスの不安定さもあり、抑えとしての登板が増え12セーブを挙げる。2002年には、シーズン当初からクローザーとして起用され、 45セーブを挙げ、オールスターにも選出される。なお、45セーブという数字は、リック・アギレラの持っていたチーム記録の42セーブを11年ぶりに更新するものであった。オールスター出場が決まった際、彼は代理人である、ケビン・コーラーに電話をかけ、出場ボーナスはいくらになっているか尋ねた。少しの間の後コーラーは出ないと答えた。ずっと中継ぎでやってきた、彼は、 オールスターに選出されるなど思ったこともなかったため、契約時にボーナス条項を加えていなかったのだった。2004年にはシアトルマリナーズに FA 移籍した。故障者リスト入りしたこともあり、わずか18セーブに終わる。2005年は当時のチーム記録となる27連続セーブ成功を含む36セーブと活躍した。2006年は序盤に、 西ブ失敗が続いた。2006年7月6日には、シンシナティレッツにトレードされた。移籍後は、防御率1.29と復調したが、シーズンオフに、左ヒいチのトミー・ジョン手術を行ったため、2007年は15試合の当番にとどまった。2008年1月11日にテキサス・レンジャーズと契約し、C.J. ウィルソンらとクローザーの座を争った。 2008年シーズン途中にマークハンバーガーとのトレードで古巣のツインズに移籍した。2009年2月3日、再びレンジャーズとマイナー契約し、開幕ロースター入り。同年限りで現役を引退した。2015年から2018年までツインズでブルペンコーチを務めた。また、2015年にはツインズの球団伝道入りを果たしている。 90マイルパーアワー前後の直球にスライダー、カーブ、スプリッターを投げるが、どれも平均的である。腕のアングルを変えるなど、投球術で打者を翻弄する。ツインズ時代は入場曲に AC、DC のサンダーストラックを使用していたが、マリナーズ時代はトレバー・ホフマンと同じ AC、DC のヘルズ・ベルズにしていた。サンダーストラックは JJ プッツも、 入場曲として使用した。ありがとうございます。